はい、どうもゆうたです。今回はですね、ガレージ山郷さんのところに来てます。で、今回は新品の、T さんなの SL 買ったじゃないですか。それに、新品の A052 を組み込んでもらって、でそのままアライメントしてもらいます。で、せっかくなんでコーナーウェイトも測ってもらって、で、まあ、車重もねそれで分かるんで、ちょっとどんなものか、車重がねやっぱ補強を結構入れてるのと軽量化してる部分もたくさんあるんで、ちょっと気になるところではあるんで、ちょっと楽しみです。はい、コーナーウェイト測定をして車重もちょっと測るので、このねたくさん積んでるトランクにある荷物たちをちょっと出しました。こっちのスペアタイヤなんかもね取りました。やっぱ重さ重くなっちゃうんで、ガソリンは今半分ぐらいですね。はい、こちらが今から組み込む A052 新品2653518です。で、今からこの新しく買った SL に組み込んでもらいます。こちらが今組んでもらったやつです。いや、いいね。よいしょ。こんな感じです。やっぱリムガードがねないのが A052 の特徴ですよね。 10J2265 でホイールのリムと、まあ、ちょうど同じぐらいの幅です。はい、はい、そうですね、今もともと入ってる ZE40 の265と、まあ、T37 の方の265をちょっと今比べてるんですけど、やっぱね05にはね幅が広いんで、265幅でもやっぱリムと面ぐらいなんですけど、それに比べて ZE40 の方はやっぱこのちょっとリムガードが出てるのもあるんですけど、ちょっと引っ張り気味にこうやってタイヤがなってますね。で、052はちょうど、まあ、幅で言うと275とかね285とかもそれぐらいの勢いなんじゃないかなと思います。こんな感じです。はい、あとはこのね黒いハブリングをね T37SL 用に今回は用意しました。今 ZE40 ブロンズなんで、ちょっとオレンジのハブリングをつけてるんですけど、今回はこっちをつけます。今コーナーウェイトとアライメントをちょっと取るんですけど、こちらの台でね水平を取って測るみたいなんでセットしてもらってます。今とりあえずアライメント前でとりあえずちょっと水平器に乗ってるんですけど、こんな感じでめちゃくちゃかっこいい。でリアのクリアランスも、まあ、リアは多分当たんないと思うんだけどね。フロントもこんな感じ。まだキャンバーは2度半のままです。かっこいいね。でさっきハブリングちょっと
外形を間違えて買ってたみたいで、ちょっとスカスカだったんで、もう一回注文し直してます。これが調整前の確認の重さです。でトータルが1501キロです。ガソリンは半分ぐらいです。レフト左の重さ、ライト右の重さ、フロントリアとこういう感じです。今アライメントの作業が全部終わりました。でまあ元々車重も知りたかったんで、ちょっとコーナーウェイトで車重も測ってもらってるんですけど、でついでにこのコーナーウェイトの方も見てみると、アライメントがやっぱりきっちり揃うとコーナーウェイトの方もね綺麗に意外といい感じに揃いました。アライメントで必ずしもこうやってで、アライメントが全てでこう揃うわけじゃないんですけど、一応まあターゲットのセッティングにしたら、たまたまこういう感じでねいい感じになったんで、まあコーナーウェイトの測定の方法も、まあ、車高を変えたりだとかあるんですけど、まあそういうのは特にやらずに、まあアライメントをやってこんな感じでいい感じに数字が出たんで良かったなと思いますっていう感じです。はい、今ね一応一通り作業が終わりました。じゃーん、こんな感じですげーかっこいい。いやーすごいかっこいいね。こんな感じです。でね、セッティング足回りのアライメントの方は、フロントはね一応キャンバーが3度半で、リアが 2.67 ぐらいだったかな。はい。で、トーの方は前後ともアウトに振ってます。これは僕の希望というか、僕がこうしたいという風にした言ったんで、そういう風にセッティングしてもらいました。まあ一応ちょっとトーアウトの数値の方は秘密未公開ということで、知りたい人は僕と直接会った方には教えてあげます。はい、っていう感じです。まあアライメントもね人それぞれやっぱいろいろ走り方にもね、チューニングっていうのはねいろいろ人それぞれありますから、はい、今回はこんな感じでね、3度半にするとやっぱ265でも結構余裕があるね。リアの方もね一応多分ね大丈夫だね、これ多分当たんないと思う。 ATR よりね ZE40 の方が外側にタイヤ出る、ホイール出るんですけど、 T37 の方がで少し引っ込むんですけど、タイヤがやっぱ太いんでタイヤは結構 出ましたね ATR より。こんな感じです。こっち側もこんな感じでね、ちょっとあいにくのね雨なんですよね、天気が。ちょっと新品タイヤなんで気をつけて帰りたいかなと思います。